んか。ちさら肉余ってさえなけりゃね。つまり待った、それ以上はセクハラです。大体女の子なんて服脱いだらみんな余ってるもんなんです。お前がともや、はじめまして、いらっしゃい。ルリルリとマリナズリだよ。あだ名で紹介すんなよ。はじめまして。はやはり人体に炎症があります。数日間試合に出るのは避けた方が。いや、そうもいかないんです。先生、今週は昇格のかかる大事な対戦もあるし、先生のお力でにゃんとかなりません？わかりました。ではきつめに固定しておきますから、無理のないように。よかった、ありがとうございます。こちらへどうぞ。いただきまーす。準備っていうか腹ごしらえね。腹が減っては戦はできねえ。これも立派な戦支度。それにしても海のものに山のもの、色とりどりだな。オートには国中のものが集まってくるから。ねえ、これ食べてみて。見たことのない料理だな。そう？熱いうちにどうぞ。どう？おいしい？うまいな。サクサクとした食感だが、キノコのような味。これは？ドラゴンフライ。お手。はい。お座り。はい。伏せ。チョコレート大好きです。完全に犬だ。今回も蜜葉に必勝のお守りを。あ、ありがとう。すっごく嬉しいよ。肌身離さず待ってるよ。でも柔道着ってしまうところないんじゃ。生身ならしまうところあるぞ、2カ所ほど。さ、この話は終わりだ。Don't you fucking use Christmas